まだ全然弱ってないよね。おじいちゃん、おじいちゃんがもう虫の息よ。ん？誰？何？怖い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 。あのあの誰？こいつや。笑い方ゲファファファ、うまいうまい。我が名はバクウモス、絶望を食らう者。国は滅び、愛する家族とは死に別れ、この男の絶望はまさに高級フルコース。こんな絶望にはそうありつけはしない。だからこの男に16年前の悪夢を何度も見せ、こうして食らい続けているのだ。この男の絶望は一度食べたら忘れられる。16年間食べ続けても飽きぬほどだ。だがしかし、そろそろ違う味も試したかったところだ。次はお前に新鮮な絶望をいただくとしよう。うわー、何、戦う？戦闘なの？さあ感じるがいい、お前の心の悲痛の叫びよ。何、急に。ここはお前の心の中にある最も忌まわしい記憶。これはどこ？ああ、なるほど、この時ね。お前は勇者の力を奪われ、魔王を誕生させてしまった。そしてこの世界は壊れたのだ。お前は誰も守れなかった。お前は世界を救えなかった。それは無力な勇者の罪。やっぱ責任感じるよね。抗えぬ絶望の暗闇に落ちてしまえ。それが私の糧となる。ああ、ダメ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 。希望に満ち溢れて勇者。ああ、落ちてくー。誰かちょっと呼び覚まして、この絶望の淵から。アユナ聞こえますか？アユナ、これ絶対母親やと思うんやけど。アユナ、あなたの中にある聖なる光は決して消えることはありません。その光はあなたの中でひそやかに目覚めの時を待っています。この世界を再び光で照らすために。お、闇を滅ぼすことができるのは勇者であるあなただけ。さあ目覚めなさい。この声がお父さんには届かんのやね。もう、おう、復活。なんだこの光は。ぐわー。お、光でやっつける、まさかの。お、これはあの鎧の中で起こってることなんか。なに一体何が起こったの？みんなずっと見守っとったかな。はい、私復活。おお、アユナ、よかった。無事じゃったか。もう今はすっかりおじいちゃん言葉やね。おお、出てきた。ぐお、今いましい光で前が見えん。貴様が全ての元凶か。さあ、アユナ、こいつを倒して、アーミン様の呪縛を解き放つと。行くぜ。くそ。あと一歩で極上に神聖な絶望に出ないを食らえるところだったのに。まあいい、こうなったらお前ら全員皆殺しにしてまとめてオードブルにしてくれるわ。残念ながら君はここでやられてしまうんだよ私に。行くぜ。でもこれやっつけてさ、解き放ったらちょっと正気になった父親とちょっと会話ができるような気がする。感動的なシーンになりそうだわ。そう、頑張るんだ私。頑張れみんなも。ありがとうベホイム。ちょっと体力やばいかなって思いよったんよね。若干ね。誰もゾーン入ってないのね。私もゾーンに入ってないし。ちょ、みんな誰か連携技を使おう。ゾーンに入って。弱いよ弱いよ。弱いよ。こいつはあっという間に やっつけれんかな。お、ありがとう。やったね。捨て身の仮面マジで。あ、ありがとう。速攻で回復してもらうからね。
そんな捨て身で来られても。いや、攻撃力もめっちゃ上がってるし、いい感じ。これは結構早く決着がつくんじゃないかなって思うんやけど、どうかな。うわ、おじいちゃん危ないよ。はい、ベホイム大丈夫か。シルビア弱いな。シルビアめっちゃ弱いな。お、ベホマラー、さすが。でもまだね、まだまだ全然弱っとる感はないんよね。グレイグも完璧に回復係やん。お、行くかおじいちゃん。しかし後のメンバーちょっとね、ゾーン入ってないけんね。私が入れたらいいんだけど。お、シルビア入ったやん。ちょ、そこ2人連携技ないの。そこの2人連携技ないんすかね。くわ、どうどうよ。びっくりした、グレイグも入るんかと思ったゾーンに。連携技とか使うことなくやっつけそうな気がしなくもない。お、単体で行く？あ、私とマジで。あー、それでもやっつけれないのか。ただちょっと老おじいちゃん行こう。老おじいちゃんちょっとゾーン解き放と。頑張って頑張って。やっぱね、おじいちゃんちょっと体力がね、体力がちょっと思わしくない感じするよね。まだか。まだ連携は。お、行く？よっしゃ、行くぜ。寝てよ、今のうちだ。今のうちに総攻撃を。ほらほらほら、寝たらちょっと可愛いやん。若干可愛いやん。あー、もう速攻で目を覚ました。なぜそこで物理攻撃をしていった。いや、まあね、何攻撃でも攻撃された時点で起きそうやけどね。寝たー、寝ないで。ちょ、グレイグ君、あの回復係だから寝ないで。大変大変。ちょ、私が自分でやらないといけなく。ありがとね。みんなね、お互いに困った時はお互い様やけん。あ、ありがとう、ありがたい。まだ全然弱ってないよね。あー、おじいちゃん、おじいちゃんがもう虫の息よ。危ない危ない。ハッスルハッスル。なんかね、逆にあんな踊りよったら体力消耗しそうやけどね。それは大丈夫なんや。まさかのあっちが、あっちがゾーンに入った。ちょっとやばいやばいやばい。頑張って、みんな頑張って。寝てる場合じゃないよ、ちょっと。はい、起きて。私オッケー、お目覚め。とりあえずまだ解き放たんみたいやけど、怖いわー。よっしゃー、ゾーンに突入。こっちも入ったぜ。みんなちょっとね、守備力攻撃力ガンガン上げていきよるけんね。あ、助かる、ありがとう。みんなマジックポイントも結構あるけんね。大丈夫大丈夫。ちょ、シルビアさん。シルビアがちょっとマジックポイントね、少なめやけど。あれ、もしかしてゾーン終わったんこ。そんなことないか。あ、終わってるやん。解き放つことなく終わったね。そしてやられるっていう。イエーイ。爆魔装やっつけた、やったね。アイナレベル62。お、ザオリク、やったやん。イエーイ。シュルビアまだ40代か、レベル。ギギャー！さっきから鳴き声がね、個性的すぎるんよね。どう？大丈夫？もう悪夢から解き放たれた？
お。顔が。戻ったね、お父さん。ここは一体。お。わかる？その眼差し、その目に宿る優しい光は、まさかそんな、そんな曖昧なことでわかる？アユナ、アユナなのか？感動の再会。そうか、私を絶望の淵から解き放ってくれたのは、お前だったのだな。立派になったな、アユナ。感動の再会や。ああ、マルティナも追って欲しかったな。デルカダールも追って欲しかったし、ゆかりのある人たちみんな追って欲しかった。あ、やっぱりお母さん。あなた、ようやく元のあなたに戻ってくれたのね。おじいちゃんとは話せんでいい？ああ、信じられない。君なのか、エレノア。あなたを苦しめていた呪縛は、アイナが解き放ってくれた。これで私たち、安心して旅立てるわね。そうだな、エレノア。お母さんは姿なし？え、ちょっとおじいちゃん大丈夫？え、話さないんだけど。話さずに行くの？自分の親だよ。天国に上がっていく。アユナ、私の可愛いアユナ。あなたにはこれからも多くの困難が立ちはだかるでしょう。それでもそのまま、まっすぐに進みなさい。あなたの中にある希望の光が、きっとあなたを導いてくれるはず。父と母も、いつもあなたを見守っていますよ。優しいお父さんお母さんだ。さようなら、アユナ。ずっとあなたのことが大好きよ。お母さんってなんで死んないやったっけ？普通に魔物にやられた？これで本当に別れじゃな。アーウィン、エレノア。アイナちゃん、それ。ん？お、手が光るよ。おお、勇者の紋章が光り輝いておる。アーウィンとエレノアが勇者の力を蘇らせてくれたんじゃな。これで大丈夫か。さあ行こう。真の勇者アイナよ。今度こそ勝利をこの手に掴むのだ。勇者の力が復活したことにより、アイナのスキルパネルが新たに解放された。さあ、いつまでも嘆いていてはいかんな。気を引き締めて次の目的地へ向かうぞ。ここより北にあるグロッタの町ならば、人も多いし、新たな情報が得られるかもしれん。早速行くとしようかな。真の勇者、16年前の悪夢に囚われたアーウィン王を救い、勇者の力を取り戻した者に贈られる称号。グロッタの町に行くのはいいんやけどさ、え、本当に人多いん？そこ過去には多かったとかいうことじゃなくて？待って、ルーラー、ここより北？スキルパネル何が解放されたんやろ。とりあえず、え、とりあえずどうしよう。まあ、普通に出ていくしかないか。じゃあ出ます。出ます。もうこの地道に戻っていかんといかんのかね。もうすっと外に出してよ。すっと外に出させてよ。何回通るんだよ、この場所。こっち？こっちか。え、こっち？こっちから来た。ちょ、待って、わからんくなりよるぞ。こっちだね、多分。はい、戻っていきます。あ、こっちこっち、合ってる合ってる。混乱してくる。こんなね、いかにも魔物がおりそうなところほど魔物がおらんっていう。さあ、これで外に出られる。じゃああれなんやね、このユグノア城跡にマルティナおると思ったんやけどな。おらんかったね。グロッタの町に行ったらおるんかな。お父さんお母さん、今度こそ本当に眠ったね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、ドラクエってなんかどうしてもね、感動的な話とかめっちゃ多いけん、ストーリーとしてもすごいいいよね。私はそういうのが好き。感動できるのが。